本村インターチェンジ手前より新ほどがや、横須賀方面を望む町田立体終点付近、ほどがやバイパスは、神奈川県横浜市ほどがや区から東京都町田市へ至る国道16号のバイパス道路。全線が国土交通省管轄、自動車専用道路であり、地域高規格道路に指定されているが、通行料などの徴収はない。周辺で接続する透明高速道路、 国道一号横浜新道、国道十六号横浜新道、横浜横須賀道路、首都高速道路、第三京浜道路などとともに、広域的、地域的交通を担う。横浜市中心部より、町田市、八王子市、川越市方面へと伸びる、国道十六号のバイパスとして、横浜新道新ほどがやインターチェンジから、横浜市旭区を縦断し、東名高速、 横浜町田インターチェンジまでを結んでいる。新ほどがやインターチェンジが起点ではあるが、本線部は国道16号横浜新道を介して隣接する狩場 JGT まで一体となっており、そこで首都高速狩場線及び横浜横須賀道路と接続している。新ほどがやインターチェンジでは国道1号横浜新道にも接続しているほか、上川インターチェンジで 八王子方面への大和バイパスと横浜町田インターチェンジで東名高速道路と接続する。主要区間は片側3車線、規制速度及び設計速度が時速 80km と高規格の自動車、専用道路でありながら開通当初から無料であり、東名高速道路と横浜市中心部との往来に使われるため交通量が多い。 平成17年度道路交通センサスによれば、平日24時間交通量は17.4万台で、これは、首都高速湾岸線の新基場、河西ジャンクション間に次ぐ交通量である。特に昼間12時間に限れば、平日、休日ともに、日本一交通量が多い道路となっている。首都高速狩場線の開通接続後は、日中に全線で渋滞することも珍しくなくなった。 横浜町田立体開通前までのほどがやバイパスは、上川インターチェンジ付近が終点であったが、接続する大和バイパスは、信号のある一般道であり、渋滞が激しかった。この解消のため、ほどがやバイパスを上川インターチェンジ付近から横浜町田インターチェンジまで立体で延伸する事業が行われ、1997年の完成後は、 下川インターチェンジ付近の渋滞が大幅に緩和された。そして、この延伸区間は2016年4月24日、横浜町田インターチェンジへのランプから分岐する形で、八王子方面へと接続された。これにより、透明を利用しない車両でも、大和バイパスの地上区間を走行することなく、八王子方面へと行けるようになり、透明入り口交差点を中心として、 周辺道路や交差点の渋滞が大きく緩和された。さらに、2020年3月には、東名と横浜市街地を結ぶ、新ルートとして、首都高速神奈川7号横浜北西線が開通したことで、同年6月時点で、ほど、上り線は横浜町田インターチェンジで、右車線が減少し、1車線ずつの合流となる。 空港連絡バスや高速バスが経由するほか、南本宿インターチェンジ本村インターチェンジ及び本村インターチェンジ下川インターチェンジを相鉄バスの一般路線バスが経由する。かつては横浜市営バスも運行していた。平成17年度道路交通センサスハット AB、横浜町田立体開通で渋滞緩和国土交通省関東地方整備局。 横浜国道事務所国道16号、ほどがやバイパス平成22年10月21日国土、交通省関東地方整備局交通量日本一、ほどがやバイパス変化見えてきた、首都高、横浜北西線の開通効果、乗り物ニュース、2020年7月21日、空から見る環状2号線、新桜が丘インターチェンジ横浜市、 国道16号3月16日午前2時、ほどがや BP と、東名高速が直結。国土交通省関東地方整備局、川崎国道事務所。2019年2月15日閲覧。神奈川県警察高速道路交通警察隊、道路の愛称を知っていますか道路愛称事業待ち出し。ありがとうございます。